おはようございます。いかが夏をお過ごしでしたでしょうか。9月になってくるとすっかり秋の様相を呈してきますよね。もう日差しがカンカンと照りつける日もなくなってきて、ちょっと寂しいような気もしますね。各も時間というのは貴重に過ぎていきますので、これからの時間もね、せめて無駄にしないように進んでいきたいと思います。さあ、一つの話題は FX でございますね。 FX の調子はどうでしょうか。皆さん腕を上げたでしょうか。実情がついたでしょうか。やっぱりね、稼げるようになった人は稼げるようになりましたし、大したことやってない方は大した結果が出てないです。当たり前ですよね。で、今回速稼塾の中でもプレミアム2というね、セカンドという形で FX の専門講座のパート2が始まっております。前回に引き続き、ものすごく強力な内容なんで、ここでね、腹決めて FX を今年中に力をつけて、来年は投資家としてね、スタートしたいんだって方はぜひね、こちらの方ご受講ください。もうすでに毎日のように申し込みいただいていて、カリキュラムは進んでおりますんで、前倒しで進んでますんでね、正確には9月の、2週目ぐらいから本格的に始まりますので、まずは経済的基盤を揺るぎないものを身につけてください。昔は稼いでいたんだけどとかね、昔は大きなお金を動かしていたんだけどとかいうのをまず一切関係ないです。今日どうなのかなんですよ。今日自分の手元にお金があるのかどうか、それが全てなんですからね。もっと言うと、お金を稼ぐノウハウがいつもあるのかってことですよ。意識すればその金額が稼げるみたいなね、そんな力が求められてくると思います。で、FX の専門講座、この後ね、URL を貼り付けておきますので、お申し込みいただければと思います。そして、話題の2つ目ですけども、例のやつですよね。例のやつにつきましては、7月の作業で、7月30日にいただけるはずだった。これがね、8月中の分割振込になりましたよってことでしたね。こちらの方、まだね、入金が達してない方、またご連絡いただきたいと思うんですが、その方が9名いらっしゃいます。9名ですね。最終的に9名ということが分かりました。1000名以上の中から9名ですから、まあね、3人とか4人とか7人とか言ってましたけども、そういう方が解決する中で、あ、実は私も、実は俺もみたいな感じで出てきたんですよ。まあ、それはしょうがないのかなと。私の放送毎日見てるとも限りませんのでね。それから事業説明会と等々で解決することもできると思いますので、事業説明会ね、ぜひ行かれてみてください。正確な情報を取ることからしか始まっていきませんし、正確な情報も疑えばデマになりますからね。このロジックに気をつけてくださいね。正確な情報も疑えばデマになると。デマも信じれば正確な情報と見えてしまうということでございます。とかくね、何が本当か嘘かっていうのは見分けるのが非常に難しいです。まあ、ですので、そこにね、ついていく以上は覚悟するってことだと思いますよね。私はそういうふうに考えております。以上ですかね。8月作業分の8月30日振込とされているものは、9月のね、毎週水曜日に4回に分けて分割入金されてますので、毎週水曜日銀行口座を確認して、木曜日のね、朝ぐらいに私の方にご連絡いただければ幸いでございます。こちらの方でも対処できるものはしていきます。ただね、勘違いされないでくださいね。私は会社の運営者じゃないですからね。その例のやつの会社の運営者じゃないんで、私ができることっていうのはやりますけども、私のできないことを要求されても仕方がないんでねそこはね、見分けてご連絡いただければと思います。それでは本日は以上です。失礼します。